こんにちは、安藤祐介です。今日は手足が曲がった状態で固まっている方をベッドの上の方向に移動したい時の解除方法をお伝えします。そのポイントは、介助者の両手を利用者さんの手足に見立てて介助することなんです。それではお伝えします。まずはベッドで上の方向に行きたい時の動きを実際にやっています。上の方向に行きたい時は、このように手足を使って体の重さを左右に移しながら少しずつ上がっていくとやりやすいです。ただ手足が曲がっている方は、この体の重さを左右に移すというのはやりにくいので、上に上がるのが苦手な方が多いんです。今日はこういった方がいらっしゃった時におすすめの解除方法を紹介します。それではやってみます。まずは介助者の片手を利用者さんの肩の下に入れさせてもらいます。失礼します。はい、そしてもう片方の手はお尻の下に入れさせてもらいます。これで準備完了です。あとは介助者の両手を利用者さんの手足に見立てて、体の重さを左右に移しながら少しずつ上がっていきます。はい、 OK です。そしたら角度を変えてもう一度お伝えします。それではこの角度からお伝えします。マスクマンさん、今からベッドの上の方向に上がりましょうか。ありがとうございます。体を横向けますよ。はい、ありがとうございます。こちらお尻失礼しますね。はい、ありがとうございます。そしたら動きますよ。失礼します。はい、ありがとうございます。そしたらもう一度角度を変えてお伝えします。それではこの角度からお伝えします。介助者の片手を利用者さんに少し横向いてもらって、ここから差し込み肩の下に入れます。こんな感じ。もう片方の手はお尻の下です。これで準備完了です。あとは腕の上で利用者さんの体の重さ左右に移しながら上がっていくイメージです。はい、こんな具合ですね。で、最後に服がよれてたりするので、少し背抜きと服の整えを忘れずに行っていきましょう。はい、こんな具合です。よろしければお試しください。あなたの介護応援しています。ありがとうございました。